どうもトレインです。本日はマリウカの受験でこと思います。よろしくお願いします。最初のコースは 150cc ミラーコースの東京スクランブルと、よいしょ。さあさあ、まずは後ろスタートだからね、風取って前出ていきたいところではあるんだけども、さあ風取ったはいいけども、ちょっとアイテム取れてないからもう一回風取ろう。もう一回風取って前5リット出ていきたいんだけども、ちょっと絶妙に出れきれてない、絶妙に出れきれてないから一旦ちょっとアウトのコインも取っておいて、危ない。ケツ緑食わないようにして、さあここはちょっとキノコ使って、よいしょ、前出ておきますか。さあ赤コーラ引いた、赤コーラ、おお、喉うまい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 、いや、ヤンキーすぎるな、この動きが。まあ一旦ちょっとバナナ置かれるのが嫌なので、ちょっと距離取っておいてね、走っていきますか。さあお金どうする、どうする、お前やっとくかとりあえずやっとこうとりあえずやっておいて、さあちょっとコイン足りないからしっかりコインも取っていきまして、いやバナナ置かれるの怖いけど、よいしょ、まあ、ここはちょっとコイン取りに行きますか。よいしょ、さあちょっとコイン取りに行って、さあ後ろからだいぶ迫ってきてはいるけども、パツくんがやられていくと、いやーちょっと待って、そのブーメランは何、そのブーメランの伸び方は何。いやだいぶちょっと痛いけど、さあ赤コーラ2つ引いたから、まあ、これは、おっと、危なすぎ。やらしい動きしてきてるやつには、しっかりと赤コーラを、ちょ、ぶちまけたかったんだけど、なんか1個消えたな。1個消されちゃって、よいしょ。まあ、これさすがにもう2位を固く取りに行く動きになっちゃいそうだね。ウィニングと、赤コーラだけはしっかり警戒しておいて、何も飛んできてないね。大丈夫だね。あ、大丈夫そうだね。さあ、一旦クラクション、はい、ということで、昨日さん、ぶちぱらして、オッケーに、オッケーオッケーオッケー。まあ、トゲゾウ飛んできてたらね、多分まあまあ1位取れてたから、まあまあまあ、よろしいでしょう。2位取れてたからね。はい、ということでね、本日も最後までご視聴よろしくお願いします。第2レース、行きましょう。さあ、第2レース目は、モーモーカントリー。さあ、よいしょ。もう昨日も散々走った気がするけども、さあ、ちょっとスタダミスってるな。ちょっとスタダミスってるから、風取って前出ていきたいんだけども、ちょっと風取れなそうだから、しっかりアウトのね、コイン取って、勝負にね、備えていこうかなと思います。よいしょ。さあ、ここもアウトのコイン取りたかったけど、全然余ってないから、まあ、一旦後ろでちょっとコイン集めつつね、前で食らいついて、まあ、タイミングをね、伺っていこうかなと思います。まあ、ただね、もう7っていう順位でね、なんか中途半端にいるのがね、あんまり良くないから、まあ、前出るならちゃちゃっと前出ていきたいとこではある。よいしょ。さあ、しっかりキノコ使うけども、ちょっと前の人が赤コーラお持ちでいらっしゃるから、まあ、抜かしづらいとこであるけども、裏に赤さん引いたから、まあ悪くはないな。全然悪くはなくて、よいしょ。さあ、ショットカぶちぱなして、さあ、ちょっと押されたけども、よいしょ。さあ、ライン取りうまいことやって、この赤さんいつ投げるかだよな。マジでいつ投げよう。投げるタイミングがわからん。投げるタイミングわかんないけども、そろそろ投げとくか。そろそろ投げておいて、よいしょ。さあ、赤コーラやっておいて、さあ、一個スルーさせて、赤コーラ投げていくけども、まあ、さすがにこれ赤コーラ無理やり2個投げてもちょっとしゃあないので、まあ、一個キノコ使って、もう一個キノコ使って赤コーラをね、もう一発引いて通すのが多分、まあ、勝率的には高いんじゃないかな。よいしょ、さあ、通ってるね。通ってるね。さあ、ジャンプ出して、ジャンプ出して、俺、ファイアボール、俺、いやー、もうちょっと待って、もう嘘でしょ、もう。嘘でしょ。いやー、ちょっと完璧な作戦だったんだけどな。いや、もう毎度毎度、ちょっと最後で、狩られてるな。くー。さあ、3レース目は、スカイガーデンの 200cc、とんでもないコースがやってまいりました。はい、よいしょ。さあ、ちょっとなんとか事故らないように次こそは前走っていきたいところなんだけども、これ難しいんだよな、どう走るのが正解なのか俺にもよく分かってない、よく分かってないから、とりあえずなんとなくで走ってる、とりあえずなんとなくで走っていこう。さあ、ジャンプ出して、さあ、コイン取るけども、よいしょ、前2人もね、なんか緑コーラぶちまき持ってるんだよね。もういつでも投げますよって顔してるから、まあ、一旦ちょっとコイン取りに行くか、一旦ちょっとコイン取りに行って、よいしょ、危ない、大丈夫か、危ない、しつけかわして、さあ、赤コーラと、おー、なんだなんだ、まあ、ちょっとすごい突っ込み方されたんですけど、ちょっとキノコ使って思い切り突っ込まれたな、まあいいわ。さあ、ちょっとね、だいぶ前と離れてはいるけども、まあなんとかなる距離ではあるかな。まあサンダーもね、なんか、ね、振りそうな雰囲気醸し出してるから、よいしょ、まあ、そこら辺にね、ちょっと望みをかけてね、行こうかなと思います。よいしょ。さあ、ちょっと危ないから引かれないように、危ない、ちょっとファイヤーボール乱射やめてもろて、いやー、ただこれサンダー持ってそうな雰囲気ないから、ちょっとファイヤーボールやられるのをね、ケアして、一旦ね、さあ入れていこうかなと思います。よいしょ。
さあダブル取れないからしつけシングルで妥協していきまして、さあスター引いた、いやサンダーかきかまして、マジでこれマジで危ない、ちょもうファイヤーボールが落ちすぎね、ファイヤーボール落ちすぎだからしっかり使っておきまして、よいしょ、ちょ難しい難しい難しすぎる難しすぎる、いやーもうそこで振るんかよ、もうそこで振るなら回避させてくれよ、よいしょ一旦キノコ引いて、よいしょ落ちる、危ない危ない危ない、かわすけど、いやこれなかなか追いつかないねなかなか追いつかないんだけどこれ最後なんかまくれる展開とかあんのかなこれ。さあミニターボじゃない、ダッシュボードしっかり乗って、さあアイテム取るけど、まあ、赤位置赤位置じゃどうしようもないよね赤位置じゃどうしようもないけども、なぜか遅いあれ俺アイテム回った時6位だったけどねなんかめっちゃ前あれでさあ戻ってくれた、まあこれでかいよさあ第4レース目はサンシャインお空港、おおやっぱ上位は取れてるけど、やっぱね1位取りたいんだよな1位取りたいんだけども、よいしょ、さあまず赤コーラ引いた、じゃあ赤コーラ引いたけどもそこまでちゃちゃっと前出れそうな雰囲気ではないので、まあ一旦ね、よいしょ、コイン集めつつねちょっと様子見ていこうかなと思います、よいしょ、前でも結構詰まってるから、よいしょ一旦ねアウト、おお喉前喉前、ちょやめてやめてやめて、いや怖すぎ怖すぎ怖すぎ、なんか暴れてるやついるんだけど、さすがに暴れてるやつ危なすぎて、危なすぎるのでさ、赤コーラはしっかりと、俺じゃない系ね、俺じゃないゲーミングならしっかりと使っていきまして、さあ赤さんと、木野さん引いたけどこれどうしようかな、さあお譲りいただいてもよろしいですが、どうですか、一旦投げとくか、一旦赤コーラ投げておいて、さあ1人剥がしていきます、よいしょ、さああと前なんか潰し合ってくれたら一番嬉しいけども3打振るんだよね、潰し合ってほしいけど3打振っちゃうと、よいしょ、さあしっかりと、落ちた2人をかわしていきながら、さあ2位には入ってるかなこれ、まあ、いい感じに2位入ってるから、まあ、このままね2位をキープしていきたいんだけども、これどうしようかな、1位が、まあ、コイン裏に何も持ってないことは確かなんだけど、まあ一旦ちょっとね、あのトゲゾ飛んでくることも考えたら、まああんまりね、こう、なんていうのかな、まあ1位出るの得策じゃないので、まあ一旦ね、ちょっと泳がせておこうかなと思います。ただもうこれ以上ね、泳がせてても、まあしゃーないので、まあ1位割りさせてからね、ちょっとやられていただこうかなと思います。オッケーオッケーオッケー。さあ、いや、ここでな、キノコあたり引きたかったけど、終わった終わった、早い、1位出た瞬間ね。バナナオッケー、バナナ踏んでしっかりと、軽減する、いや軽減するけどもバナナ引かれてんだよな、バナナ引かれているけども、さあ俺は緑コーラ引いた、いやこれどうしようかな、まあ、一旦投げとくか、一旦投げてこれはもうちょっとあれ、うーやばい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 、やばすぎるやばすぎる、嫌すぎる嫌すぎる嫌すぎるけども、メイズグライダーで伸ばして、うら横当てスライスをぶちかまして、あ当たってないの、え、なんでそれ当たってないの、え、とりあえずもうちょっと剥がさないと無理だから、お金、お金、無理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 、もうもう落ちすぎだよマジで、もうやめてよそんなに、もういやもう一旦ちょっとここでね、あの悪い流れ一旦ねちょっと切らしちょう、うん、一旦ちょっとここで、うん、じゃ悪い流れをね変えようこのコースでちょっと流れ変えていきます、よいしょ、コースはLC のレインボーロードと、さあまずアイテム取って、さあ風取りたいんだけども、風取らせてもらえますかで、ね、OK 風取ったけどもめちゃめちゃ離れてるのにケツ食うんだよねそれ痛すぎるんだけど、いやもうこれはちょっとね、もう勝つなら、勝ちに行くならもうしつけに止まって、よいしょ、スターが出る位置でねアイテム交換して、上がっていこうかなと思います、よいしょ、さあスター入れれなさそうだけど入れる、入れれたわ、さあ入れれたからしっかりとコインも集めて、よいしょ、じわじわと前上がっていきますと、さあどうしようかな、これだいぶ前ね近いし、サンダーじゃない、トゲゾも飛んでってて前めちゃ荒れてる、いいよナイス、あれめちゃめちゃ荒れてるね、めちゃめちゃ荒れてて、さあスターを、5まで持ってきたけども、ちょっとバナさんだりちょっとブーメランなりちょっと危なっかしい人しかいないんだけど、さあなんとかかわしかわし、走っていきました、危なすぎ、さあなんとか3までスター持ってこれたけども、まあどこで使おうかなこのスター、このスターの使いどころが結構大事だったりするんだけども、まあ、ちょっと使いどころがねなかなかないね使いどころがあれば使っていきたいんだけども、まあこれ持っていきますか、サンダーもね、まあ今降るかって言われたら絶対降らないので、まあ、降りそうなタイミングやらをね見極めて
走っていこうかなと思います。よいしょ、さあジャンプ出して、赤コーラは俺か。まあさすがにしゃあない、さすがにしゃあないからさ、2位の人もしっかり引き散らかせてはないけども、いやーこれなー、これ1位にな赤コーラ通せてたらな、1位取れてたかもしれないけども、まあ一旦は2位OK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  いやーちょい2位の人引けてたらな、マガコーラも消せてたんだと思うけど、ちょっと多分当たってなかったっぽいからね。まあ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 、いいでしょう。しつかいね。まあ2位は取れたからね。まあよしとしましょう。もう7位 !7 位もうなんか2位ばっか取るなーって思ってたら、次もなんか7の魔物に取り憑かれたわ。もうちょっと、もうなんか、せめて2位の方がいいわ。まだ7の魔物に、ちょっとね、疲れるぐらいやったら、よいしょ。まあただね、まあ来ましたよ、ピースサーキットが。もうここでね、まあ、1位取っていきますよ。ああピーチサーキットならもう誰にも負けないからね、魔物にすら勝つからね。よいしょ、さあキノコ引いて、これはねスターじゃないな、しっかりコイン集めてね、打開の準備整えていきますか。よいしょ、さあコイン取って、よいしょ、さあ先のコインもしっかりと取っていきますと、キノコ1個でいいのでしっかりね止まって、打開をね狙っていきますか。いてじゃあ赤コーラやめてもろって、よいしょ、さあここで余ってるコインしっかり1枚取っていきまして、これ表になスターがあるからね、悩ましいね。ダブル交換してもいいんだけど、まあでもダブル交換がこれ安牌かな。さあダブル交換していきますか。距離的にもまあいいアイテムが出てくれる。スターいっぱいありがとう、スターいっぱい、マジ嬉しいんですけど、これこのスターいっぱいめちゃめちゃ嬉しくて、ただあまあこれはさすがにブッパマンかな。ブッパマンでここでスター入れて、前にね出ていきます。強すぎめちゃめちゃ強いじゃんこれ。一生に引かれる人になるんですけど、まあさすがに入れるっしょ、さすがに入れるっしょ。これもう強いじゃん、もうめちゃめちゃ強いじゃんこれ。もうもうキラーね、もう入れちゃうよ僕入れちゃいますよこんなところでも入れちゃいますよ。サンダー降ってくんないかな。ここで降ったらマジで神ゲーなんですけど、まあさすがに降らず、まあさすがに降らずんだけど、さあ止まってきた。まあ、別に止まるってくれるのは全然良くて、さあ赤さんでまあ1位出たのはいいんだけど、キノコ持ってないからちょここからトゲゾー飛んできてちょ負けるみたいな、まあ、パターンが一番ねやめてほしい。もうお前マジで言ってんのそれ、もう命がけがすぎる。もうそのブーメランは命がけがすぎる。いやーそこでしかも売るんかい。もうだんだん落ちていくやん、これだんだん落ちていくでこれさあしつかいミニターボ貯めて、ただこれ1位そこだよね、1位そこだからさ、全然なんかチャンスあるくねこれ。全然いけそう。あ、トゲゾー飛んできた。あ、かわいそう。かわいそう。あ、これ巻き込まれないように、かわして、ちょっと待って、いやー、